今回は人間にとって身近な自然で人気の題材である花を描いた作品をご紹介します。4曲一石屏風の画面いっぱいに描かれるのは福島県三春町の三春の滝桜です。滝桜は樹齢600年から700年と言われ、国の天然記念物に指定されている日本三大桜の一つです。その姿の美しさは日本一と言われる名木で、この作品では満開を迎えた様子が描かれています。よく見ると桜は散り始めていて、宙に舞う花びらが画面に動きを与えています。中島千奈美は開花した桜の華やかさだけでなく、風雪に耐えた幹に現れる桜の歴史を描きたいと考え、葉や葉のない時期にもスケッチを重ね、桜の肖像画を描くという姿勢が桜の存在感に結びついていると言えます。牡丹の花は柔らかく薄い花びらが幾重にも重なる様子が、中国では豊かさを表すとして風紀草、花王などの別名があり、おめでたい画題である吉祥画として描かれてきました。しかしこの作品ではまだほの暗い早朝の霧に包まれた野に咲く牡丹の自然な姿を捉えています。この作品が最初に発表されたとき、花は紅色でしたが、後に白を重ねて描き直しています。白い花は深い霧に溶け込むようで、儚げに飛ぶ黒いアゲハチョウとともに、幻想的な雰囲気を印象づけています。酒井抱一、春夜の図は、タイトルの通り、レンゲや菜の花、ツツジ、ケシなど、さまざまな春の花が描かれています。山桜は、そのほとんどが正面向きに描かれ、幹には、自然な滲みによる、垂らし込みという技法が使われています。これは、最初に塗った絵の具が乾かないうちに、別の絵の具を重ねることで生じる滲みを表現として生かす手法で、江戸時代の琳派が多く用いた特徴的な技法になっています。